王は、13世紀高来の創出、元の帝臣、高来の英寧皇、少書令、元の金婦総監。王は、建造の四男、平壌公や王元の七世孫にあたる。新家高王の次男で、兄は昇家高王恩。容疑が美しく、汽車に巧みで、書物にも通じていた。1241年。 王子を人質として要求したモンゴルに対して完全に屈服するのを嫌った。高層らによって偽の王子として送り込まれる。高麗の手口は露見して、モンゴルのさらなる怒りを買ったが、王本人は優遇され、高麗出身の幸福源に預けられ厚く世話を受けた。以後は、モンゴル宮廷に仕える。モンゴルの大貴族である、オ恩愚ト主張、廃王号の娘をめとった。 1253年のモンゴルの高麗信仰では、講和に尽力した。モンゴルに投降した高麗人は王のもで統括され、1270年には1300個を率いている。高福源には恩義があったものの、その反高来的な態度に不満を覚え、1258年に自身の祭祀とともに、高福源がモンケハーニェ図相を行ったと残言して処刑させ、 その子の紅茶級に深く恨まれる。原始では1270年に疾病で引退したとされるが、高来氏によれば、王に不尊な言動があったとの紅茶級の布告で、首雷破案の怒りを改窒居させられたという。昭和高音は三別省の反乱で、元に対抗する高来王として擁立されていた。百七十一年、王と王様の親子も鎮圧に動員されたが、 その単元にもかかわらず、捕らえられた王厚子親子は、紅茶級によって処刑された。高来氏では、王、二、王陽、王広氏、王、王、王は王林の六子があるが、元氏では、つ子である。王陽、王広氏、王が、正室の子で、元氏に名のある、荒津上目次、勝勝城目上木寺、骨愛の三人それぞれにあたり、残りは、 即室のこと考えられている。ありがとうございます。